こんにちは。北島町立図書館の向井です。今月のおすすめの本を紹介したいと思います。今月のおすすめの本は塚本康氏絵、藤代隼人文、おじいちゃんの大好物孫を紹介したいと思います。子供より孫の方が可愛いってよく聞きますよね。うちでも私の母も主人の母も孫にはものすごく甘いです。何かにつけお小遣いをくれたりプレゼントをくれたりしています。私の子供の時には何にもしてくれなかったくせに、これってどうなんと思ってしまいます。この絵本はそんな風に孫が可愛くて仕方のないおじいちゃんのお話です。ある日おじいちゃんの家に生まれたばかりの赤ちゃんがやってきます。息子さん夫婦に男の子が生まれたのです。孫を見る時の嬉しそうなおじいちゃんの顔、可愛くて可愛くて食べてしまわんばかりのおじいちゃんの様子、ヒーローごっこでしょうか、孫にキックをされたりパンチをされても痛そうな顔も見せず、というよりむしろ嬉しそうに一緒に遊んでいるおじいちゃん。おじいちゃんおばあちゃんにとって孫ってこんなに可愛いものなんでしょうか。もう亡くなってしまいましたが、私のおじいちゃんおばあちゃんもこんな風だったのかなと思うと、思わずほろっとしてしまいました。ぜひこの絵本を読んで、孫の顔を見せにおじいちゃんおばあちゃんの家に遊びに行ってください。きっとこの絵本のおじいちゃんのように大喜びしてくれますよ。